お前男の子だったの？お前男の子だったんだ。何？おめえもやってくる？そういう技やるじゃねえか。だからシャラポワにその技を通用しないってことを教えてやろう。お前に混乱貯金は、ほう、これ怖いよな。よしよし、できればシャラポワの、もうちょい上げたい。あールージュラ氷エスパー、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 氷エスパーか。マリクで転がってるか。ちょっと待って、タイプ相性表見よう。氷に対して水は氷、氷に対して水は勾配。これ滝登りはいいな。半分いく？うん、ナイス。多分滝登り2発で死ぬはず。絶対死ぬ。ここは日寄らず滝登り、ね、転がるってさ、怖えのがさ、技変えらんねえってのが怖すぎる。うわ、一発目、ね、急所出してほしかったな。よし、草ですか。怖すぎる。メガドレインとか覚えたら終わる。クソ怖え、マジで。よし、半分いけばいい。いやー、ついにクラッチしたか。半分いくよな。そうだよな、余裕でいくよな。やべえ、いや、このまま生きてー、絶対先制取れる。これ特防、防御高くて特防ひっかけ。よし、クソ強え。ああ、ゴミ強。おい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 おい、貯金が、おい、預金が増えてきてるな、だんだんな、おい。ネイティオの最近一発耐えるだろう。貯金理論が、なぜかというと、このままいけばマリックとシャラポワ、落としてくんねえよな。
んだな。相手回復、なんかさ、これパワー的にさ、もうちょっと減ってたらさ、すごい傷薬とか使ってくるんだけど、これなんか回復圏外っぽくない？どちらにしよう。あー、変わんねんだ。戦闘中に使えるアイテムは変わんねんだな。ね、先取りにかけるもよし、回復にかけるもよし。死に出し間に合うかなこれ。OK、 急所除菌。怠ける持ってるよな、まだ。うわ、なんだこれ、出してくれんだろ。ゴースト技なんだ。よし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 、49OK、 まずは一緒。状態回復、回復が9個。次だな。で、これウィル回復させていいかな。で、多分でもどっちにしろ一撃だと思うんだよね。マザーマシンの、俺ね、もうずーっと考えてたんだよ。マザーマシンの挑発をゴルバットに使ってフォレトス大爆発させると噛みつくな。で、フォレトスの大爆発を誰で受けるか。レベル上げて、シャラパワーで受けよう。で、シャラパワー殺して、待てよ。次のタイプ、何タイプだ？毒タイプ？大爆発って、変化技なの？あ、挑発2個持ってんのか。次ってあれだよね、なんだっけ、毒タイプ。ああやばい、落ち着け。強打やばい。これね、小さくなる影分身野郎だからやらなきゃいけないことは、回復ポケットで PP を回復させる。いや、惜しみなく使いて。あ、じゃあポイントアップ使う。念には念は入れていく。ちょっと待ってな。いや、思念ちょっと足らん。1年足らん。1年足らん。
ポイントアップをマニアの雪ながらに使っといて。オッケー。オッケーよな。で、あの雲から出てくる。雲どうやって倒すか。あー、新年の頭突きでぶっ放していくか。 YouTube 大丈夫？行くよ。もうたっぷりと味わうよ。ドゥ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 わお。あー、パイプの使ってもいいな、これ。毒貯金忘れたな。こいつ思い出した。こいつやべえやつだ。こいつガッチガチのガチだ。いや落ちない、絶対落ちない、絶対落ちない。そんなゴミみたいなことこいつガッチガチに固めて、よし、大爆発でマニア落とされたくねえな、これ。虫鋼、待ってな、虫鋼の弱点は炎だけ。こいつ鋼が炎の場合、氷が半分なんだよな。で、虫は氷が、あ、なんもないんだ。あー、いや大爆発耐えるだろう。無理なの？いや、いけるだろう。で、ちょっと待ってな。虫、ウスパーじゃなくて、虫、あ、違う、逆だ。抜群取れるのがねえんだ。いや、毒菱食らいたくねえ。いや、特殊技がねえ。まあこいつだったら死んでもいいんだよな。マリック死んで、うん、俺アンジェラそんな簡単に切りたくねえんだよな。これクッションで使いてえ、この二人。で、マリックは死んでもいいよな。大爆発つけさせたら乱戦 30% で一発落ちる。うーん、
いやこれちょっとマリコ行くよ、波乗り行く、ゴリ押す、おお、これなんだっけ、毒毒、これ毒毒飯になるんだ、あこれやばい、おいこれ山をかかってる、前回と一緒だこれ、おいこれ山をかかってるぞ、みんな逃げよう、逃げよう、でもあれだよな、毒ミシって飛行タイプ食らわないからシャラップは効かないよな、でアンジェルとシャラップ、こいつマジでだるい、え、なんで使ってこないの、わかんねえ、俺ビビりすぎなのか、ゴーストタイプ効くんじゃね、鋼タイプはゴースト、あすげえ鋼ってめっちゃ優秀やん、ゴーストも半減なんだ、へえ、岩と飛行が等倍ね、じゃあ人工力、へえ、やべえ、もうやめてよ、つうかなんでこいつこんな早いんだよ、あよかった、よかった、マジでよかった、よしよかった、よかった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 、よかった、マジで怖すぎる、本気で爆弾処理完了、そうだ前回こいつに来たか、いやでもあくび打ったら メガネだから、こいつメガネ持たせてるよな、え俺メガネないっけ、メガネ、うわ出た、行くしかねえ、ゴリ押す、ナイス、うわーそれ微妙に痛い、いやいける、落とせる、次当てれば落とせる、当てれば落とせる、これ結構食らうぞ、毒にもなるぞ、ちなみによし、やった、よしこいつねえ、これ回復の質、あーどうしようかな、ラスト瞬間 30% だもんな、それなるわ、うわ残ったか、困ったなこれ、非常に困りました、俺これね回復入れてくんだよ、敵が、俺も使うわ、仕切り直す、でもう一回乱数、いい乱数引くわ、いやむしろ小さくなる方がありがたい、当てるから、ああ化粧、ああじゃあそんな簡単に、あ来た、あ来た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 、よし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 よかった、急所初期、いい武器で急所初期いっぱい、あーシャラパーでいく、出せねえ、人生力で押す、てめえどんだけ使うんだよその技、どんだけお前スクールの野郎、
てるしかねえ。いやもうこれ当てるしかねえ。いやもうこれ当てるしかねえ。マジで信じるしかねえ。当てるしかねえ。これマジな話、当てる以外にもう勝つ方法がねえ。よし、半分くらいはいいや。お盆か、結構絶望のお盆だな、これが噂の。当てるしかねえよな。困った。最悪ウィルクッション視野だな。困ったな。PP 厳しいね。あと1回で行き、いや当ててくれねえことにはちょっともう話にならん。うわマジか。まあまあまあしたね、これは。そしたら誰が一番可能性あるか。どこなのやろ。いや、いけるしかねえよな。ドクドクなっちゃうけど。俺これ回復した方がいいと思う。なんでかっていうと一発で当たんねえから。これも全部影分身積まれてるから6積みされるとか 30% でしょ。戦う。いや使命の頭突き一発だろ。賢いお相手ですこと。よかった、回復しといて。よし、やった。ナイス。いやー、おー耐えるか。6飛行支援だな。効率化いた。なんか多分 2% ぐらい上がりそうだけど、こっち行くか。よし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 、当てるしかねえ。このたわけマジ殺す。このたわけマジで殺す。モレフォン、こいつエスパー入ってなくね。こいつなんかギガドレインとか持ってきそう。毒だよな、虫毒だろ。だよな。エスパーでよくない逆に。バカでよかった、お前が本当のバカで。いやー危ない。お主やりよるな。お前よくさ、なんかそのスポーツマンシップに乗って戦った体で今俺に話しかけてきたよな。ベストは尽くしたよな、お互いみたいな。尽くしてねえよお前、卑怯者が。クズが。
来るね。元気のかけら11個だったら使っていい気がすんな。雨かな、雨からだな。有事の際に備えて。で、アンジェラにこちら使って、こいつも HP1 あれば変わんねえから。この HP50 をどうか、どう捉えるかだな。この HP50 をな、どう捉えるかなんだよな。ちょっと待ってな、貝殻の鈴。いやーこれね、HP を少しだけ回復する。なんだそれ、30なんだ。あ、ちょうどいいじゃん。一応支援の PP13 なんだけど、多分いける。モームスみてえなこと言いやがってよ。あ、出たカンボエラ。お前そんな早いの？え、ちょっと待って、あ、カウンターだ、アップな。これカウンターだ。やっちまった。これはやられた。まあ落ち着こう。これ絶対生き残らないわ。カウンターって与えたダメージの倍だっけ？もう正直死んでくれた方が元気の塊使うから。ウィルとアンジェラ。アンジェラはまだ、着目使うよな。で次のターン、死に出しじゃないここは。あ、そっか、ちょっと待って、一旦ちょっと怠けるで。あー、カウンター来るんだ。ちょっと待ってね、カウンター、雪なだれってさ、優先順位がアーダコーダって言ってたじゃん。どカウンターと雪なだれはどっちが来るの？カウンターの方が遅い。カウンターの後に来るってことは、いやマジかよ、プラスパワー、くっそー。ちょっとみんなごめん、これ本当に遊びじゃねえ、これマジで、これ俺ふざけてねえからな。
まずカウンターの PP を切らす。待って、カウンター PP20 だよな、確か。わかんねえ。しびれを切らしやがったな。次も絶対早い。次も絶対早く。よし。しびれを切らしやがったな。よし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 。で、意識全開。あ、そんだけしか来ないんだ。さすがに雪崩で落ちるだろう。なるほど。いやー、こいつ回復してほしかったよ。てか今シャラポワに妨害でもよかったかな。ウィル頑張った。いや来たか。絶対紙パン一発耐える。これ一発耐えてるんだけど。これ敵が回復入れてくるかどうか分かんねえ。入れてくるんなら、まあ来るよな。どっちにしろ当たるだ。マヒンだけどうでもいい。こいつゴミだからマリク出して、で、いや待て、違う、ごめん。これ怠けるわ。満タンの薬使おうと思ってたけど、こいつポッポだから、いや今怠けたかったな。今俺レベル HP いくつだった？俺 HP いくつだった？俺 HP いくつだった？59から30、27と32。大丈夫だよな。いやでもどっちにしろ怪力 HP 満タンで生きてんだよな。もう一回怠け。なに？これね、地震食らいたくね。で、倒しちゃおう。こいつ
攻撃力爆裂に弱くね。よかったマジでこいつ使わなくて。だこれ。マリクのエコーレベルも上げて。HP が高いのはマジ便利で、問題なのはこのクソ怪力を まだまだこの先を考えろ。まだまだここまでは前回も来た道のりじゃねえか。落ち着け、死ねるんですけど。いやーカウンターだ。チキショ急所に当てろ。急所初期使え。ここで急所初期使え。ここで急所初期使え。はぁーこの野郎いや耐えれん。これはなんだこれは。知らないその技は。あ、ゴミだわ。よし、クズ肉。お前ひるむなよ。よし、よかった。伊吹戦から続いてたすっげえ悪しき流れをなんとかここで四天王編で取り戻してきてる。OK で、こっちはデバフ効果なんもねえよな。このまま突っ込んでいい。いや沢村は特殊防御高くてレベル高く、いける。負けた俺に何も言う資格はない。だってよ。さあみんな、こう。技どれ、いやーこれはちょっと、あくびキアパンっていう技もあるんだけど、それにはそれはちょっと、それはちょっと怖いな。どれパン、これね、悪い。ド忘れ押してる人の気持ちマジでわかるけど、すまん。これは俺も苦しい。ここ全力でいこう。わかった、1体目ブラッキーだ。1体目ブラッキー挑発打って、挑発打って、それでトンボ帰りで戻ってくべ。俺なんかトンボ帰り誰かに使っ、ナッシー、あ、だナッシーは大丈夫、倒したんだ。鋭い数で相手を切りつけて攻撃する。急所に当たるところですよ。いや、いや、いらん。アンジェルメスだよな、メロメロ覚えさせべ。よし。
どこの超補助だ超補助型外役アンジェラ。おいふざけんな、カリンの敵全員メスかよ、ふざけんなよ。これ前もやった、前はマリックに覚えさせて、これで全員メロメロしてやるぜっつって、ですぐ消した。で今回もまたすぐ消す。いや、あとで渡る戦ですか。私が愛しているのは悪タイプのポケモン、なりふり構わぬ戦いを得意にしているの。どう、素敵でしょ。あなたは相手になるかしら。頑張った私を楽しませてほしいもので、じゃあ始めましょう。やるやん。コメントが止まっちゃった。ライブ集中力切れてない。初手に直したい。やることはもう決まってるから、俺ならシンプル。そしてちょっと勝っちゃっていいっすか僕。まずでも何もう挑発。あー、お前の方が早いんだ。やるやん。 OK。 でもさ、メロメロしたらさ、アンジェラ変わったら、アンジェラが変わったらメロメロ溶けちゃうでしょ。溶けちゃうよね。お前ってメロ、溶けちゃうよね。メロピカ、あ、メロピカのダメやつね。いいね、気付かけた。強いな。いや俺これトンボ返りやめた方がいいと思う。外れた時のリスクがでかすぎる。トンボ返りって確定だったわけじゃねえよな。これね、デビューマニア影分身一回積まれてる。ドレインパンチ一回でもアンコールされたらだるい。カチカチやな。ダメ、自首しろ。 OK で、ドレインパンチでどうよ。ドレインパンチどうよ。あー、回復させられるな。クソダリーマジで。クソダリーマジ。お前そんなジリジリすなよ。だったら、もう挑発いらねえな。行くわ、メロピカで行くわ。おあ、俺のメロピカセブンが、俺のエロピカセブンが通用しねえか。いやー、こう、尻尾返しは敵が先行の場合はダメージ減るって。
マリックじゃ無理だ。雪崩一発当てた後にドレパン二発当てなきゃいけない。確かだねこれ。てかむしろもうそれでいい、お前もそれでいいわ。てか ここまで来たら多分変わんね。もう変わんね。長期戦を想定して怠けるを。ビビからすか。お前どんだけ時間かかるんだよ。なんで四天王の PP からさなきゃいけんだよ。どうせって PP マックス使うから。ブラッキーは突破できる。アクタイプにあれ。今ってか牛舎取ってるんじゃない。貝殻プラス メロメロじゃなくてホイールだったな。じゃあねと月の光を持ってるらしい。いやボール意味ねえ。いや PP からしてもここはいや的にギアパンだったかな。いやそんな後ろめたいこと言うな、後ろ向きなこと言うな。なんだお前持ってんのか。いやここは当ててくれるはず。そろそろなレベルの V から。これさあと2発のさドレパンで落ちそうじゃない。レベルの V まで当たった多分いけるよな。六つみ影分身混乱。よしよし。OK。 いやこれ回復されるな。うわーこれてかぶっちゃけ外れてほしい。混乱事象が一番正直当たりだ。混乱解けた状態でドレパン当てて勝ちて。であんま依存しないから命中率に依存しない怠けるは本当に大事。うわあ、はい、こんな解けるバカ。次まで平気。ここ急所でまた耐える。いや、これ取れるだろう。そろそろ。オッケー。で、2回、怠けて。いや、怠ける消さなくてよかった、マジで。なんか、もう、お前は、くん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 。ここぞとばかりに
当てろ当てろ当てろ。次回復入れるわ。よし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 。混乱って何でも直して直んないでしょ。なあ、何でも直して混乱直るの？どっち？マフルシパシャラポン。いや違った、これメガネだったな。シャラポワ、あ、治るんだ。いやメガネだったかな。メガネだったな。多分ね、俺メガネ外してる今。一応見とこっか。羽休めとかが使えるかなと思って。よし、オッケー。あえて外しといたんだよね。あくびと羽休めと神通力打ち分けられた方がいいかな。あ、やべ、クソ怖え。え、こいつゴーストじゃ、なんでて、悪タイプじゃねえじゃねえかよ。まあ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 、ありかな。ガッ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 ガンク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 ン。あ、でもダメだ、こいつ飛行タイプあるから遠回りだ。いや、回復の薬使うべきか。なんでも直して耐えるかな。バーカー、これ一回欲張る。じゃないとメガネ外した意味がなくなるから。だったらより良い展開に持っていこう。神通力 OK。 多分ゲンガーってそんなに特防高くないでしょ。てか HP 高くねえだろ。2発でいけるはず。はい、100点マウンテン。え、シャドーボードが入るの。あー、やめてよ。え、シャドーボードっていくつだっけ。強いんだっけ。60とかじゃなかったっけ。でもどんだけ神通力好きなの。こいつエスパータイプじゃねえだろ。90もあんの。出るか。ヘルガーって炎悪。いや、どれ。いや、無理。いや、待てよ。いや、マリコ。てか、レベル高っ。うわ、
なんでこいつは。お前それで、お前それでよ、おめえよ、大文字とか言ってくんのか、お前。あ、クソ強え。マリククソ強え。マリッククソ強問題。これね、絶対波乗りでいいじゃんって思うじゃん、小滝登り。一切の油断を許さない。おそらく HP10 ぐらいまで減らされるんだろう。クソ強え。タイプに悪は抜群取られるんだよな。エスパータイプに悪はエスパー、これスタイル絶対早いかな。全抜きされるか。大丈夫、こいつ耐えるはず。いやーこれ耐えない。いや、いやこれ耐えねえな。リンク上がってるもんな。いや強え。じゃあ勝ち筋10パー残ってんの。いやディフェンダー陣にね、爪にかけるしかないよね。あ、違う、あの、あれウィリング使わないよ。いや、スペシャルガードあったらマリックよみがえらして元気の方かけ固まりたんっていうことも考えたんだよね。光の粉誰が持ってる、うん、まあ多分誰も耐えない。要はウィルとマリックでやっていくしかねえのか。いやーでもこれアクリから入るべきだったかな。
もうマジ頼む。 10% って引けない数字じゃないだろう。ちょっと待ってな。いやまだ全然諦めてない。だって 10%×2 の勝ち筋があるから。でここまでの旅を総括すると、俺貯金相当してきてるんだ。いるぞ。え、これ耐えるんじゃねえか。じゃあ耐えないで6号だ。あーマジか。いやまだだ。アクロさん5回星10回。いや再現尽くすよ。だいぶこっから昨日の息吹だってそうだったんだよね。16個。ちょっと待ってね。戦闘用。いやースペシャルアップじゃねえんだよな。わかった。みんなちょっと今から苦しい戦いになるぞ。マリック回復すんじゃん。でマリックで誰か回復すんじゃん。それで交互にしてマリックが光の粉でかわすのを待って二人の状態を作るしかない。それだ、今打てる最善で導き出した。だったら HP は半分でいい。塊を使う必要はない。いいな。悪の波動って PB いくつ？本当にそれか？本当にそれが再現でか？他に誰かあるんじゃないのか？15年 OK。 買わせるやついないんだ。かわすしかねえ、マジで。いや、いける。このままあと13個元気のおかげで使って、元気のおかげで13個使って悪の波動を枯らして解放者だけにしてリブマニュアルです。渡る線は今考えない。いや爪にかけるのは弱者の思考だよ。それはかけら1個余るんだから。でそんだけやってればマリックは外す。そう、しかも雨もある。でとにかく悪の波動を枯らさなきゃいけないから、ここはアニマと マリック火炎放射打たせずに、アニマとマリックを。アニマって誰？アニマって誰？神クラックだったら余裕で耐える。え、神クラックって物理だよな。マニアね。
いや一発外してくれたら PP 的にすげえ楽なんだけどな。なんでこうなるの。いつもなんで四天堂で PP 絡まなきゃいけないの。しかも元気のかけら、こんだけ俺がために貯めた元気のかけらを使いながら。ちょっと一回外せよお前。ここまで受けるしかねえ。あと8。あと8回。助けてくれみんな。あと8回。これ俺の預金が。大丈夫、絶対落ちたい。だいぶ絶対だいぶ。元気の塊一回試してみようか。乱数で落ちるかもしんねえもんな。乱数で耐えるかもしんねえもんな。いや無理だろう。あ、さすがに大変よ。いやー楽しい。ここに来てこれかよ。カビゴンでワンチャンって感じか。いこうなって10%。ねえみんなさ、いやそれ耐えるぞ、寝かせりゃ。アクア切れた。いや切れてない。こいつなんか手加減してきやがった。切れてねえよな多分な。これ舐めく引いてきたな。ここでね俺ね回復するのはね愚策だと思うな。俺はここは、いやーでも火炎放射、いやーちょっとね、あの2パターン勝、もうこれってかこの試合勝てるんだけど、多分2パターンの勝ち筋があって、甘えパターンと本当に寿命縮まるけど頑張るパターンっていうのがあって、10%にかけてえいえい地震でダンダンパターンと、あのよくない俺な。ウィル回復するのはその地震でどんどんパターン。ここで悪の波動をしっかり一回使わせて、あのね、なんでかっていうとウィルを蘇らしちゃうと火炎放射撃ってくる可能性があるのね。で火炎放射撃たれちゃうと元気のかけらただ一個無駄にしただけになっちゃうので、また闇、あマリックと DV マニアの今の戦争が始まるのね。で元気のかけらを一個、あー神暗く連打もやばいな。ねえ何その恋の駆け引き。
マニア回復が中間択だね。そうだ、悪の波動だったらごめんなさい、噛み砕くだったらおいおいてめえ俺を舐めてんじゃねえようだもんな。多分噛み砕く使ってくるだろう。ハイプ相性をご存知でない、いやこれ悪が温存しに来てんの。これ次悪来るよね。いやでも戦う選ぶわ。待て、うわここで 90% の試練の突きを打たなきゃ。あドレパンでいいな、ドレパンでいいよな、アンパンマンでいいよな、ドレパン、待てドレパンの命中率見よう。多分もちろんね、いくよドレパン打つよ、多分悪の波動打ってくる、知ってるから別に恐れることはない。うわーこれ噛み砕くでとどめ刺しに来るとだる。あーお前気づきやがったな俺の作戦、ずるいよそれ。配信見てる、そうだろうお前、さっきなんでちょっと賢くなってんの。あーびっくりした、もう今びっくりした、悟空の声が聞こえた、もうクリリンは生き返るねって今びっくりした、怒られたと思った、マジでビビった。耐えろマジで耐えろ、なめんじゃねえぞてめえこの野郎、お前絶対倒すからな、俺の執念マジお前見とけよヘルガ。ガチガーがね、ウィリ行くか、でもウィリ、おーみなさん、ちょっと待って、なんだコメビューが止まってる、一回ちょっと待って、コメビュー立ち上げ直すわ、これ冷静に、こいつうめえ、ちょっと待ってな、あーもうプログラム終了、ちょっと待ってな、コメビュー一回立ち直る、あと何回なんだね、アクハの PP 増やしてるみたいなことねえよな、なあ、いやマジかよ、人気っすか、あと4回、それ本当、マジで4回な、
そうだね。あ、ごめん、俺バカだ、俺バカだ、俺バカだな、俺バカだった。ここ噛み砕き読みでドレパン打つしかない。俺バカだった。これあと3回、あと3回な。 OK、 いやでもそんなの、こ、耐えた普通に耐えた。おいおい耐えた、おいおい耐えたよ。流れがこっちに来てる、マジで流れが来てる。これはマジででかい、この1回はマジででかい。ここから先はね、元気のかけら合戦になるから、いや次悪波だね。ここはここは、え、今のところ乱数で外す可能性が、あ、生き残る可能性があったから満タンの薬じゃん。ここはもう絶対やられるから 10% にかけて滝登り。ただここまで1回も引いてないから、そろそろ引いてもおかしくはない。苦すぎる。ねえここさ、いやでもそんな、俺もいくらなんでもそんなことはできねえ。敵が、敵の子、喋りたくない。いやドレパン打てねえって。お前ら俺の立場でここでドレパン打てるか。最初の3ターンは悪魔ほど打ってきてるんだよ。ここ打てないって。打てねえよここ。あと2回だよな悪の波動。一応計算してんだけど、こいつ死んで、こいつ死んで、次マリキが死んで、その段階で元気、ここであと2回、これあと2回だよな、みんなあと2回、これマジ大事だぞ。1回でも見せたら終わりだよ。あと2だよな、ちょっと確認してタイムシフト、あと2だよな。あと2だよな。しよう。死ぬ可能性があるのは火炎放射救助か。いや火炎放射救助で死なない。これ耐えてくれたら楽なんだけどな。耐えてくれたらめっちゃ楽なんだけどな。耐えてくれたらめっちゃ楽なんやろな。で噛み砕く、もしくは噛み砕く、もしくは、いやここね満タンの薬。なんでかというと、もしかして万が一、万が一ね、万が一数え間違いがあると思うんだよね。
そう、それでいい、それでいい、それでいい、絶対そうだ。元気のかけら残さなきゃいけない。で、何のために俺が不思議な飴をこんだけ最後最後まで取ってきたかっていうと、こういうこと大きいんじゃねえかってあったじゃん。マリカやって、で、火炎放射のダメージ見ようか。半分くらいかなこれ。はい、防御力の種族値ゴミ高いと。で、お前はくたばれ。耐えて、ちょっと耐えて、ちょっと、お前だって半分だったら耐えるだろ。やらーくぬーやらどうする。もう一匹ブラッキーとかいたら、いや、闇から去ったら一気に雪ながらでいけるはず。どっちがこいつ、お前ふざけんなよ。よくぞこの、よくぞ細い勝ち筋見つけた。これは本当に、いや、これは本当に絞り出した。これはマジで絞り出した。これはマジで絞り出した。終わってた。マリルリの転がるでガウガウしなくてよかったな、マジでな。おいおい、危なく、危なくて割り癖が出ちゃった。いや、まだ残した方だ。まだ残ってる。いや、まだいける。諦めるな。絶対いける。